闘モード起動。ミッション開始だ。封鎖機構の駐屯部隊を排除しつつ、エネルギー生成プラントを目指せ。コードはマイク、所属不明機体と解析した。企業の雇用戦略とついて AC 3機排除執行する。領地の燃料貯蔵タンクに追加報酬が設定されています。密輸車破壊すると良いでしょう。燃料貯蔵タンクの破壊を確認。せっかくです。引き続き追加報酬を稼ぎましょう。コード5、所属不明エージ。リアカー621、ドーム屋根が目標のプラントだ。マーカー情報を更新する。目指して進め。コード78を突進。コード5、所属不明エージ。狙いはプラントか。排除執行、これ以上選んでるな。その機体構成、独立要求だな。解析はシステムが行う。迎撃しろ。上空に機体反応、高速で接近しています。この識別反応、封鎖機構の特務機体か。負ける相手ではない。排除しろ、621。特務機体エクトロイ、特定目標の排除を任務とする高機動機だ。パイロットの連動も並でもない。まずは片方を潰せ。やはりただの独立傭兵。高度制御チーム、脅威が撃破されました。了解、続行します。撃破した。一気撃破。まだだ、集中しろ。621、ドローンも行き、できてくれ。2機とも撃破しました。ああ、来ますね。